シャーロック、こんなところで何か見つかるかしら。パパ、こんなものを手に入れたわ。獅子か。これは確かどこかで見たぞ。パパ、こんなものを手に入れたわ。これはネルソンの戦艦だと思うんだが。何の意味があるのかしらね。はい、パパ、地図を手に入れたわ。さすがわしの娘だ。でかしたな、キャサリン。一歩前進だ。
パパ、こんなものが手に入ったわ。エンゼル。ブレーザー氏の計画しているリゾートセンターのイメージキャラクターはエンゼルだったな。いや、僕は。いや、僕はカメラマン。私はやっぱりブレーザー氏が怪しいと思うわ。そんなに先を急いではいかん。まずはカジノを見てきてはどうだ。いや、僕はカメラマンだし、大スクープを求めて北から南まで旅行してるんだ。今回は近衛兵の取材さ。いつもはピカデリーでアルバイトさ。
美味しいワイン。そうだわ、あのお城だわ。パパ、何かヒントはないかしら。モールストリートか。地図をもう一度確かめてみてはどうだ。それから赤青白のペアには要注意だ。パパ、何も手に入らないわ。例の傘を2本持った男を探したのかい？ねえシャーロック、こんなところで何か見つかるかしら。
パ、どう思う？うん、地図をもう一度確かめたらどうだ。それから赤、白、青のカラーも関係があると思うんだが。うん。